シークレットベース K ステーション、みなさん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけ。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員賞をお送りしております。はい、ということで、まずは近藤が出演させていただきました舞台版あいたま、無事幕を下ろすことができました。ありがとうございました。はい、まあ急にお知らせして、なんかあっという間に本番を迎え終了してしまって、まあなんか夢のような約1ヶ月間でございました。まあね、結構若い可愛い女の子たちに混じって楽しい稽古の日々を送り、私もね、昔あの女子校だったので、なんかもう一回学生生活を、青春を味わってるような感じでした。本当にみんないい子でね、なんかまあ天使って言われているジェリちゃんっていうキャラクターがいるんだけど、私にとってはみんながみんな本当天使でした。本当可愛くって、何してても、あ、大丈夫だよ、いいんだよ、いいんだよみたいな感じで孫を見るような目で母親を通り越して孫を見るような、あ、まあ無責任的なね可愛い可愛いしてればいいみたいな、まあ、感じで、なんかすごい見守ってました。本当楽しい時間でした。舞台の方もですね、あのおかげさまで満員御礼という形で、あのたくさんの方に見に来ていただきまして、リピーターの方もたくさんいらしていただきましたりとか、そしてですね、原作者の瀬谷先生もほぼ毎日いらっしゃってくださって、もう前の方だったりとかでもいろんな場所からペンライト振って応援してくださったりとか、もう何ですかね、舞台のもう音響さんも武漢さんも照明さんもプロジェクトのチームの皆さんも演出家さんも本当にいい方ばっかりで、なんかすごい人に恵まれて、こちらのあいたまの舞台やらさせていただいたなと思いました。もう本当に素敵なチームにいただいて、入れていただいて、私も本当に嬉しかったです。またね、なんかもしかするとちょいちょい今地方公演みたいな話も聞こえてきてますんで、もし機会があったら私も地方公演とかにも出演できたらいいなと思ってます。いや、舞台版あいたま、あのこれからどんどん大きくしていこうってみんなにしてますので、もし皆様のお住まいになっている地域とかでも地方公演とかありましたら、よろしければぜひぜひ行ってみてください。ちょっとだけ感想来てますので読ませてください。シークレットネーム隊員ナンバー12番、お気軽バナナさんからです。かなこ隊長ボンジュールボンジュール、舞台版あいたまとっても楽しく見させていただきました。ご来場本当ありがとうございました。キラキラしている内容とともに特典のペンライトが可愛かったので、ライブパートももっともっと盛り上げておけばよかったです。そうですねライブパートがあってね、そこでペンライトいっぱい皆さんに振ってもらいました。少し遠慮してしまいました。確かに舞台なのでね、急にペンライト振る場面来たらちょっと萎縮しちゃいますよね。どうしたらいいんだろうって。いや、もっともっと盛り上げてください。もし次回ありましたら。原作はまだ見つけられていませんが、見つけたらぜひ読んでいきたいと思います。そのことです。そう、こちら、原作のあいたま、10巻までただいま出てます。電子書籍でもね、出ているので、本で持ちたい人はぜひ本屋さんに、電子書籍がいいなって方はぜひネットですぐ買いますのでね、ぜひぜひ読んでください。私も大好きな作品です。はい、ありがとうございます。もう一枚で読んどこうかな。隊員ナンバー3番シークレットネーム新庄直江さんです。かのこ隊長ご機嫌麗しゅう存じます。ありがとうございます。さて、さっきの舞台あいたまお疲れ様でした。ありがとうございました。私は都合4回お邪魔させていただきましたが、回を重ねるごとに面白く、また少しずつパターンを変えていて、リピートしてても見応えのある楽しい作品でした。かのこ隊長は先生役なので、どんな感じで生徒を
たしなめるかと見ていましたが、実に可愛らしくて逆に助けたくなる感じでしたね。私が学生の頃に担任になってくれてたら、学生生活がさぞかし楽しかったろうな。また DVD が届いたら改めて楽しみたいと思っております、とのことです。ありがとうございます。そうなんです、毎回舞台の間まではちょこちょこアドリブのコーナーがあったりしまして、まあ一番大きいのが対決コーナーってあるんですけれども、まあ正義チーム、まあ愛玉チームと悪い子たちの悪玉チームがちょっと戦うゲームシーンがあったんですけれども、そのゲーム内容が毎回違くって、で司会をやる一人しかそのゲーム内容知らないんですよ。で本番中に今日のゲームは何々って毎回そこで知るっていう、かわいそうな感じ、かわいそうっていうか、めちゃくちゃ稽古の時から毎回やってて、そこも毎回みんな自分たち楽しみで本番でお客さんも楽しみに、そして楽しんでいただけたら、もう演出家の人とかみんな制作チームもう二重丸ですね。はい、そうなんですよ。とかまあちょこちょこね、やっぱ生ものなのでね、少しずつ変わってったりとか、やっぱこうした方がもっとお客さん楽しんでくれるんじゃないかなとか、演出家さんとかがねまたちょこちょこ演出変えたりとかもしてってくれましたしね、本当ぜひぜひ4回も来ていただいて本当ありがとうございました。 DVD も出ますのでね、一応会場限定での受付だったんですけれども、まあ制作者の方に聞いたら、もしかすると通販もするかもみたいな、もし通販することになったら、もし見えなかったよって方は DVD またお手に入れていただけるチャンスがありましたらぜひお願いします。はい、いや、ありがとうございました。本当に楽しかったよ。私の役どころはなんか生徒さんたちからも愛される愛され先生みたいな、神々キャラの先生でしたけれども、まあちょっとね、先生という立場と役職と学校と生徒の間に挟まれ、ちょっと困惑するシーンがあったりとか。でも愛玉原作4コマのテンポのいいギャグ漫画ですので、シリアスになりきらないとか、シリアスだったのにみたいな、急に笑いが起きるシーンとかだったりとかして、なんかいやーすごかったですね。4コマなので、原作が4コマのテンポでずっと舞台が続いていくんですよ。多分ね、きっとあっという間の、本当あっという間の110分ぐらいだったんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、本当まだ見てないって方は、地方公演とかあったらぜひぜひ、再演とか東京であったら、もしねお時間あったらその時は見に行っていただけたらなと思います。それに私出れてたらいいなと思います。はい、本当にありがとうございました。さて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 、オープニングのいつものあのコーナー行ってみましょう。みんなにアンケート。はい、今回のトークテーマは予約録画で何を録画してますかでした。皆さんからメールいただいてますのでご紹介したいと思います。まずは、隊員ナンバー49番シークレットネーム高屋敷さんからです。近藤さん、スタッフの皆様、いつも夜遅くまでお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。予約について下記にまとめました。高屋敷さんの10代アニメ、20代アニメ、30代前半アニメ、夜のニュース番組、こんな感じです。30代になってから急に夜のニュースって、ニュースですよ、すごいですね。詳しいタイトルは現在のアニメ魔法先生ネギマ、ライブライブサンシャイン、ソーマなどなど、新作系はとりあえず3話まで全部録画、機種は PS4 のナスネです。最近みんなナスネ多いですよね。私ちょっと若干使い方がよく分かんなかったし、ケーブルテレビつないでるので、どういな感じなのかなと思って、普通の HDD です。はい、夜のニュースは仲間と円卓会議、過去音声チャットする時の題材になるためニュースを視聴して勉強中です。おお、何ですか、そんな政治とかの話をみんなでチャット会議するの、すごくないですか。みんな頭いいな。私なんか友達とチャットしたら結局アニメだったり、日常生活のなんかこういう化粧品がいいよとかということですよ。全然ニュースの話なんか出てこない、きっと。
わー素敵。でもこういったお話しとくとね、また社会とか、また上のね、年齢が上の人とかともお話しできたりとかするから絶対楽しいですよね。政治とか全然わかんない。今収録している時は週末に選挙がある時期なんですけれども、どうなるのかね。なんかニュース見ててもあんまよくわかんない。なんかみんな似たような感じだしね。なんでさ、ああいう時ってさ、他の人とかをさ、けなしたりするんだろうね。アメリカの選挙とか見ててもさ、なんか何ですか、マイナスなイメージつきようみたいな、あれちょっとよくわかんない。まあ確かにね、相手持ち上げてもね、自分がね持ち上がんないからってあるけど、あれね、いじめの始まりだと思うあ、いいのかな、ごめんなさいね。はい、すごい個人的な感想でした。はい、続きまして、シークレットネーム、神名仁さんからです。皆様こんにちは。予約録画で何を録画しているということなので、自分はアニメ、バラエティ、ドラマと幅広く予約録画をさせていただいてます。今期ではインティニティフォースというタツノコプロの記念アニメや相棒の新シリーズを予約録画するほど、見るのが本当に楽しみですとのことです。そうですね、今期は相棒がまた新シリーズやりますからね、私も相棒録画します。あと科捜研の女ね、あとドクター X、 はい、今年はテレ朝さんのドラマが大豊作です、私的に。はい、京都地検またやんないかな、京都地検大好きなんだけどなはい、ありがとうございます。まあアニメ、バラエティ、ドラマと、まあいろいろね、面白い番組ありますからね、幅広く見てるといろんな人とまたニュース以外でもね、話が合うからいいですよね。ありがとうございます。はい、タイナンバー72番、シークレットネーム、水星石のマスターさんからです。オードリーのお二人がやっている番組を録画しています。一般の方と一緒にフリートークする番組で何が起きるかわからないところが面白いですとのことです。あ、確かに好きな役者さんがとか、お笑い芸人さんが出てる番組とかありますよね。私サマーズさんが好きだから、一時期サマーズさんとうっちゃんが出てるのは何でも撮ってたなと思います。はい、あとは、あ、隊員ナンバー53番、シークレットネーム、大きなミニブタさんからです。僕の予約録画ですが、ほとんどが深夜アニメと特撮ヒーローです。あと毎年お正月にやる某ピタゴラスイッチな特番は必ず録画しますとのことです。まあそういう季節の番組もありますよね。ありがとうございます。まあ皆さんいろんな番組を録画してるそうで、どうなの、私が季節的にスペシャル番組で絶対録画するのはサスケとスポーツ団スポーツ男子なんとかでしたっけ、スポダン、あの芸能人の人とかいろんなスポーツして対決するやつかが絶対録画しておきます。はい、あとで一気に見ます。生で見れるのが一番なんですけど、大体生で見れないで、生録画しても見たいけども、あのいつもこれ録画しても後で絶対見ないだろうなと思って録画しないのがオールスター感謝祭、あれ面白いじゃないですか。生で見てて私すごいのなんかダラダラ見るのが好きで見たいんだけど、大体ね、もうね、ここんとこ 2,3 年絶対仕事、なぜかその日に限ってありがたいことに仕事をいただいております見れないんだよね、いつも最後の方にやってる、いつもヌルヌル相撲とかだけちょっと見て面白いなと思って終わるっていう感じでした。はい、そうですね、私が基本的に予約録画してるのは、まあ、アニメと特撮で、あのバラエティはやっぱりサマーズさんが好きなので、サマーズさんのだったりとか、あとイッテ Q、 あとアメトーク、あとマツコの知らない世界、この3つは絶対録画してます。これは録画しても絶対後で見ます。なんだろうね、アニメ見てるとなんかやっぱいろいろ気になっちゃうんですよね。あ、この人が出てるとかストーリー以外にすごい気になっちゃって集中できなかったりするんですけど、バラエティとかだと何も考えずに笑えるし、なんだろう、日常を忘れられる、あとまたちょっとした豆知識みたいなの得られたりするじゃないですか。そういうのが楽しいなと思って、バラエティ番組までばっかり見ちゃってます最近は。深夜とか遅く起きてても、月曜の夜更かしとか中井の窓とかなんだばっかり見ちゃうからね、夜遅くなっちゃうんですけどね。はい、で予約してあるやつも見るからね、ずっとテレビ見てる。私何してんでしょうね
もうちょっとあの真面目にゲームします。はい、ゲームすんのかって。はい、まあ、ゲームしつつテレビも見てます。結構みんな器用なんですよね。予約録画したやつ再生を 1.5 倍とかで見て、 1.3 とか微妙な速さで見て、早送りして友達とか見るんですって。それって見てる意味あんのかなってたまにちょっと思っちゃうんですよね。そんなのでよく理解できるなと思って、私頭悪いからそんなのじゃ分かんなかったりするんですよね。すごいな、時短だって言うんですけど、それは私はさすがにできない。頭いいなと思います。はい、皆さんありがとうございました。まあね、いろいろどんなのが録画しているのかちょっと聞けて嬉しかったです。はい、では次回のトークテーマです。次回は、まあ、もうすぐねハロウィンっていうことで、今回はこんなトークテーマにアンケートにしてみました。トークテーマ、近藤が仮装するなら何してほしいです。近藤が仮装するなら皆さんは何を着てほしいでしょうか。まあ一応私が出演させていただいているゲーム系とかはそこら辺はなしにさせていただきたいなと思います。ブレイブルーとかぷよぷよとかそこら辺のはなしにして、あの他のまあオーソドックスなやつでお願いできたらなと思いますので、今度が仮装するならどういうのがいいかっていうのをぜひ送ってください。メールの宛先は k_secret@target-end.com k_secret@target-end.com までです。それではシークレットベース K ステーション第89回いってみよう。近藤かな子のニューアルバムフラクション発売になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、もう皆さん手にしていただきましたでしょうか。今回もですね、渾身の一枚となっておりますので、聴いていただける曲とかがあったら嬉しいなと思います。今回初めてですね、ミニボイスドラマを収録しておりますニューアルバムフラクション、よろしくお願いします。みんなたくさん聴いてね。暗号解読。このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすっごく勉強になるかもしれませんよ。はい、ということで、まあまあまあ、なかなか練習が途絶えない感じのギリギリの綱渡りでございますが、練習は途絶えておりません。今日も成果をできるでしょうか。皆さんも一緒に考えてくださいね。本日のお題はこちら、じゃじゃじゃん、ドラキュラマット。ハロウィンだから春もある。ドラキュラマットって赤いマットですかね、血染めのマット。あれかな、ダスキンとかで赤いマットあるじゃないですか、それかな。違う、知らないですよね。それかドラキュラよけのニンニクの香りがするマット、臭い、ちょっと香るやつ。いっぱい寄ってきますかね、ドラキュラマット。あ、なんだろう、ドラキュラマット、なんだろう、何かを吸い取るってことでしょうね、きっとね。ドラキュラ血を吸うから、雨の水を吸い取るマット。じゃあな、でも赤いものなのかな、ドラキュラっていうことだから。赤いものだとなんだろう、赤いもの、トマトとか、あ、でもドラキュラだからやっぱ血を吸うマットなのかな。血を吸うマットって何ですかね。え、血を吸う、ベープマット、音が来ちゃった、頭。ベープマップだ、ベープマット、あれベープマットって言いませんでしたか、ベープのあのちっちゃい板みたいなやつ、あれベープマットじゃないの、ベープマットです、ベープマットじゃないですかね、あれじゃないから。なんだろう、ヒント1、あるものの名前です。まあ物なんですね、ま、でもマットの形状はしてるってことですよね、マットだから。ドラキュラマット、何かを吸い取る、イメージのまんま、どこ
こで使われているかが分かれば。なんだろう、ドラキュラマット、血を吸う場所ってどこだろう。血じゃないんだろうな。でも血を吸う場所、まあ、台所の下に引いてあるやつだったら、もしかすると包丁でザクって切ったら痛いってなって血がポターってなって吸うから、あれがドラキュラマットだったらあ、普通にあの台所に敷いてあるマットやばーっつって、そしたらなんか 血に反応してなんかマットがわーって、わーってわーってなんか人を包み込むみたいな怪奇現象、血に反応するマット。なんだろう。ヒント2、一度は見かけたことがある人が多いと思われます。一度は見たことがある、なんだろうな。私も見たことがあるってことですよね、きっとね。私は 100% あると思う。なんだろう、見かけた、外、家じゃない、家じゃないってことですかね。家にはあんまりない、持ち込まないとない。なんだろう、ドラキュラマット、でも吸水マットなんだろうな、なんかの油を吸う、ま、あれは油取り紙も違うしな、違うしな。ヒント3、あるものの劣化を防ぐために使われます。はあ、なんだろう、乾燥剤じゃないもんな。吸い取って劣化を防ぐですよね。でも家にはない、基本的に家にはない。なんだろう、劣化、劣化を防ぐため、生物の劣化ってことですかね。生物だとなんだろう、生物で家に持ち込まないと使わない劣化を防ぐやつってなんだろう。劣化でしょ、ドライアイスじゃないってことですもんね。ドライアイスはまあまあ吸い取るわけじゃなくて、冷たくして二酸化炭素で酸化を防ぐやつだからな。魚とか肉の下になんかこう薄い紙みたいなの引いたって、なんかこう魚の血とか肉の血吸い取ってるじゃないですか、あれがドラキュラマット。あ、正解、あ、正解、あ、見たまんま、え、でもあ、そんな名前ついてんですか。ただのなんかクッキングシートかと思ってた。あれ名前あるんですか、そんな専用のやつなんだ。そんな専用のやつなんですか。そんな大層な名前いらないよ、クッキングシートだって。なんか吸い取るペーパーだよね、ただのね。はい、ヒント4は何だったんでしょうか。ヒント4は何かを吸収する役割を持つもので、まあ、血ですね。ヒント5はスーパーの生鮮食品売り場でよく見かけられます、そのことです。あれうちにないか、ないか。あれ、まあ、リードクッキングペーパーだと思ってるから、リードとかなんかキッチンペーパーだと思った。はい、ということで答えです。答え、ドラキュラマットとはスーパーで魚や肉の切り身の下に敷かれている、血液などを吸い取る白いシートのことである。食品包装資材を扱う三和コーポレーションが1984年に開発し、ドラキュライコール血を吸うという発想でドラキュラマットと命名した。80年代っぽい名前が一般名称はドリップ吸収シートだが、こちらのドラキュラマットの方が呼びやすいという感じですね。通じやすいということです。フィルム層と保水するパルプ層の2層構造になっており、吸い取られた血液、液体の色が表面からは見えなかったり逆戻りしなかったりと様々な工夫が施されている。あー、なるほどね。確かに、そうそう、吸い取っててもね見えない。そう、裏に赤いのが溜まってたりする。切り身は押したり
解凍したりすると細胞組織が破壊され、水分の他にドリップと言われるものが出るのだが、この中にはタンパク質の分解酵素が存在しているため、連鎖的に細胞の分解が進んでしまうのである。それを、削除して防ぐのがドラキュラマットというわけである。また銀イオンでの抗菌処理もされているため、大腸菌、サルモネラ菌、黒カビ、黄色ブドウ球菌などが繁殖しにくく、衛生面でも役に立っている優れものである。おーすごーい、そんなに考えられてたんですね。へえ、あ、分かった。じゃあすごい安いスーパーとかに行くとドリップとかが漏れてる時あるじゃないですか、マットから。あれはドラキュラマットじゃないんだ、ただのなんか紙だちゃんとしたドラキュラマットだと確かに赤くなかったり、ドリップがこぼれてなかったりしますよね。知らなかった。こんなにちゃんと抗菌処理もされてるんですね。すごいな。業務用品、あ、売ってるんですか。あ、これはいい勉強になりましたね。じゃあこれからはぜひお肉とかお魚買った時にドラキュラマットをぜひ使用してください。どういう時使えばいいんだろう。お肉とかなんかパックから出した時に、あー、そのドラキュラマットちゃんと捨てないとドラキュラがやってくるよみたいなことを言ったら、いやー、つまらないつまらないな。なんか皆さんぜひ考えて使ってみてくださいあー、すごい、分かる人は分かるんでしょうね。きっとスーパーとかでもしかするとバイトしてたりするとこういうのやったりしますもんね。あー、ちょっとドラキュラマット、ちょっとこれから今後はよくよく見てみます。興味が湧いてきてますはい、皆さんは解読できたでしょうか。以上、暗号解読のコーナーでした。重なり合う糸、浮かび上がる偽装、誰も咎めないのは Not the hell is that the right? きっと大丈夫だよ。このコーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私、近藤かな子が解決していきます。はい、ということで今回もお悩みいただいてますのでご紹介したいと思います。シークレットネームダディさんからです。近藤隊長、こんにちは。こんにちは。初めてメールを出してみました。ありがとうございます。相談ですが、最近自分の周りの環境が目まぐるしく変わっていて、精神的に参ってきています。あ、大丈夫ですかね。なんとか気持ちを切り替えていきたいのですが、今までの自分の切り替え方、好きな仮面ライダー、戦隊ヒーローを見る、弾圧で投げ込むなどをしてもなかなかうまくいきません。なので、近藤隊長から、これやってみたらいいんじゃない?というアドバイスや、私はこう、そういう時はこうしているといったルーティーンのようなものがあったら紹介してもらえませんでしょうか。よろしくお願いしますとのことです。ありがとうございます。はあ、そうですね、環境が変わっちゃうとね、やっぱりどうしてもストレスが溜まりやすいですよね。いつもやってるストレス解消法だとできないこととかね、ありますしね。やっぱり多分ね、そのいつもやってることだとやりながらもちょっと考えちゃったりするんじゃないんですかね。結局まだそのストレスにとらわれたままだったりするんじゃないかなとちょっと思います。私もそんな感じです。そうですね、でもやっぱり気分転換、気持ちの切り替えをした方がいいと思うので、そうですね、休みの日はやっぱりちょっと外に行くとかいいんじゃないかなと思います。私がなんかこう切羽詰まっちゃって
どうしようもないなーって時は、まあ夢の国に行くんですけれども、私はまあ遊びに行くんじゃなくて本当にそこの空気を吸うだけで、気分転換ができます。もうなんか本当に仕事で、ああちょっとすごい失敗しちゃった、どうしようって時に、その日夜、朝に仕事があって夜にも仕事があったんですよ。で間にちょっと1時間ぐらいだけその夢の国に入れるなって時があって、その時にフラーって行って、その入り口の、まあ、エントランスでちょっとぼーっとしてから仕事行ったら、まあいい気分転換になって夜はちゃんとできて、マネージャーさんもよかったよみたいなことを言ってもらって、まあ挽回できたかな、取り戻せたかなみたいな感じの時もありました。あと私は散歩します、気分転換で。まあ最初10分20分の歩いてるぐらいだと多分その考えちゃうんですよね、いろいろ。でも1時間とか歩いてるともう何も考えずにぼーっと歩けます。あと街の景色とか騒音とか、それに耳を傾けるだけでもなんかすごくリラックスできるので、秋とかちょっともう寒くなってきちゃってるんですけれども、まったりとした天気のいい日とかはぜひちょっとお散歩してみたらいかがかなーって思います。カフェでねゆっくりするのもいいと思いますよ。そう、なんかねリラックスできる方法、今までのがダメだったっていうんだったらはちょっと違うのもいろいろ試してみてやってみてください。そう、なんか一人で出かけるのが苦手とか一人でお店入るの苦手っていう人も結構いるんですけれども、でもなんか気にしない、本当に。なんかなんでそういう人を気にしちゃうのかなと思うと、やっぱりなんかこう自分が何か他の人の邪魔をしちゃうんじゃないかとかすごい考えちゃってるんですね、私の友達とかは。でもね、みんな意外と何も考えてないから本当に何も考えてないから、ダディさんもぜひぼんやりと自分だけの時間に浸ってみたりとかしてみてください。大きいお風呂に入りに行くのもいいし、公園に行って鳩に餌あげてみるのもいいし、あんまり鳩集めちゃうとダメですけどねちょっと鳥に餌あげたりとか声に餌あげたりとか、まあなんかちょっと自然に触れ合うのが一番いいのかなって思います。もう携帯とか手放して音楽とかも聞かず、自然の喧騒、もう車とか風の音とか鳥の音とか街の BGM とかそういうのに耳を傾けてみるのはいかがでしょうか。最近はねみんなねいろんなものにとらわれすぎてるなと思います。たまには心を解放してあげるのがいいんじゃないかな。ぜひいろんなこと試してみてくださいね。これで解決できるといいな。ダディさん頑張ってくださいね。頑張りすぎないで頑張ってくださいね。はい、このコーナーでは皆さんのお悩みを募集しています。ぜひぜひ送ってきてくださいね。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のアルバムミラーよりミラー。
お別れの時間です。この番組では皆さんからのメールを大募集しております。オープニングで読むふつおた、そして、次回のトークテーマは近藤に仮装するなら何してほしいです。近藤の既存のキャラクター以外でお願いします。そして暗号解読の、問題、そしてヒーロー&怪人目撃報告、きっと大丈夫だよにはお悩み相談を、などなどいろんなコーナーありますので、ぜひぜひ送ってきてくださいね。あ、小さな幸せっていうコーナーもあります。みんなで幸せを共有しましょうね。お願いします。メールの宛先は k_secret@target-end.com k_secret@target-end.com までです。はい、あ、ただここで今回隊員に昇格していただく方を紹介したいと思います。今回お二人さんいるんですよね。どうしようかな、決められないから、ちょっと混ぜてこっちだっていうことで、はい、こっちで、はい、ありがとうございます。はい、トークテーマで送ってくださった神名仁さんですね、おめでとうございます。神名仁さんはですね、こちらの番組宛てに隊員に昇格したよっていうメール送ってきてください。そちらのメールにはご本名と住所書いてくださいね。隊員証をお作りしましたらお送りいたします。お楽しみに。はい、他の皆さんも正規隊員さん目指してどんどんメール送ってくださいね。お願いします。それではここで1個近藤からお知らせさせていただきます。ですね、今年も行われます M32017 秋、こちらにですね、出展されるサークルさん、マリオネットデバイスさんのこちらサークルのミュージカルドラマ CD マリオネットクレイドル、ハロウィンと水の都、こちらに今度出演させていただきました。はい、そしてなんとですね、こちらの配布場所であります M3 のマリオネットデバイスさんのサークルブースの方に今度お邪魔させていただきます。はい、それでですね、さらに近藤のニューミニアルバム夜が明ける前にも一緒に置いていただくことになりました。はい、通販だとちょっと送料かかっちゃったなかなか買いにくいなって方はぜひこちらの M3 の方でゲットしていただけると嬉しいなと思っております。こちらのミュージカルドラマ CD マリオネットクレイドルハロウィンと水の都はイベント配布価格2500円となっております。結構出演者さんもそうそうたるメンバーですのでね、しかもミュージカルドラマ CD ということで劇中歌も歌わせていただいてますので、すごい面白い内容となってます。ぜひぜひ近藤の夜が明ける前にとマリオネットクレイドルのミュージカルドラマ CD と一緒にぜひゲットしてください。こちらのブース、サークルさんのブースですが、東京流通センター第2展示場2階 C35B です。はい、10月29日日曜日 M3 秋東京流通センター第2展示場2階 C35B となっております。まあ、近藤も、まあ、長いこと入れたり言おうかとは思うんですけれども、早めにぜひ皆さんいらしていただけると嬉しいです。夜が明ける前にもなかなか手持ちが少なくなってしまいますね、ある限りとなってしまいますし、ミュージカルドラマ CD も結構こちらのマリオネットクレイドシーズっていうのがありまして、こちらも大人気ですのでね、ぜひゲットしたいって方は早めにいらしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。その他ですね、近藤のお仕事情報などはツイッターなどで、はい、更新しておりますので、ぜひそちらをチェックしてください。よろしくお願いいたします。さて、もうこちら今日結構長く喋っておりますね、舞台のこともあったからね。はい、もうしかしながら本当急に冬になっちゃって、急に冬が本気出してきたので何を着たらいいのかわからなくって、私ももう衣替えをしてセーターを出したんですけれども、セーター着るのちょっとまだ早いですよね。なんかね、まだねセーターは着れない感じ、セーター着たらちょっと、あいつ早すぎんじゃねみたいな若干目で見られそうな感じなので、すごいヒートテックを何枚か着て
過ごしております。パジャマも急に半袖からもうモコモコパジャマに変わりました。長袖 T シャツの時期はありませんでした。ほんとみんな体調も崩してきちゃってるし、私もなんか風邪ひいてる人の香りとかも車内とかでね、電車の中とかで結構感じるようになって敏感になっております。しょうがない、風邪ひいちゃったら風邪ひいちゃっただからね、早く治してくださいね。そして皆さん風邪もひかないように元気に過ごしてください。そしてもし10月29日の日曜日ね、 M3 でお会いできる方はぜひそちらでお会いできたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベース K ステーション隊長の近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの制作でお送りしました。